伊達市の北小金貝塚では、世界遺産登録に向けた大きなハードルとなるユネスコの諮問機関イコモスの現地調査に向けたリハーサルが行われました。説明役を務める市の担当者らが講師として招いた国内外の専門家から質問を受けて回答するなど、本番を見据えた内容となりました。イコモスは国が提出した推薦書をもとに来年春にも現地調査を行う予定です。